朝鮮人民軍の階級は朝鮮民主主義、人民共和国の事実上の正規軍たる朝鮮人民軍をはじめとする軍事組織において、その構成員の上下関係を明確にするために定められた序列である。県軍から1952年12月31日までは階級制度自体が存在せず、役職とそれに対応した階級省のみが定められていた。 朝鮮人民軍では、階級のない国家であるという建前から、諸外国軍の階級にあたるものを、軍事称号と呼んでいる。その体系は、ソビエト連邦軍、中国人民解放軍のそれに似ており、紙幣の軍事称号が簡素である一方、軍艦の軍事称号は細分化が進んでいる。これを共産主義諸国の軍隊に、特徴的であるとする見方もある。 階級章もソ連ロシアのものを模している。創設時からソ連軍の検証に酷似した検証のみで階級を示していたが、1960年代から戦闘服はエリシ、襟賞、礼装及び上金奏は、検証式と分かれ現在へと至る。詳細は、軍服の項目を参照。全体的な制度自体は朝鮮、人民軍創設前の人民集団軍時代に、 制定された階級制度が長らく運用され続けていたが、1998年頃に貸し官兵の階級構成が変更された。貸し官には将校待遇制度と思われる長期服務士官の制度が導入された。制度の詳細は不明であるが、長期服務士官の階級賞は通常の貸し官のものと異なり、軍服も将校軍装が適用される。 朝鮮人民軍の階級の特徴としては、減衰級の階級が細分化されていることが挙げられる。減衰級の階級章には共通の意象として、北朝鮮の国章と巨大な星が採用されている。なお、大減帥から人民軍減帥までの階級章が酷似しているが、星の背後にデザインされた北朝鮮の国家である木蓮の葉の数に相違がある。 保衛部と護衛司令部は兵士がなくすべて将校のみで構成されている。朝鮮民主主義人民共和国自卒の検証。ありがとうございます。